白新君は日本の政治家、立憲民主党所属の参議院議員、元朝鮮日報日本史社長、選択的夫婦別姓制度について2010年の毎日新聞でのアンケートでは反対、読売新聞のアンケートではやや反対と答えている。2010年6月21日、東京地方裁判所に対してインターネット上における悪質な協議いし 希望中傷による名誉毀損を受けたとして発信者情報の開示と被った精神的損害の請求を求める提訴を行った。同時に警察への告発を含めた刑事責任の追及を進めていることも明らかにした。2015年8月5日の参院兵は安全法制特別委員会で原発再稼働と核開発を関連づけて原発再稼働をする。 安倍晋三政権は核抑止力を持ちたいのかと質問し、また自衛隊海外派遣に際しては武器、弾薬の輸送を民間会社に任せるべきだと主張した。2004年に当選以降、これまで共同による法案提出が4回ある。いずれも野党時代のものであり、審議未了ない資本会議否決となっている。 第22回参議院議員通常選挙が公示された2010年6月24日に、新宿駅、小田急百貨店前における立ち上がれ、日本の街頭演説開始数分後、白新君陣営の宣伝カーが100メートルも離れて、いない、京王百貨店前市に泊まり、演説を始めたため演説を終えた、よさの薫から、高等官の約束で決めた場所に勝手に入ってくるなと、抗議を受けた。 白陣営の民主党、末松義則衆院議員は、行動でやって何が悪い、動員をかけているのに、土けというのかといい拒否。末松義則はこれに抗議した、与さ野の,の胸ぐらをつかむなどし激しい抗論に発展した。また、白陣営は同席していた、石原慎太郎都知事が、地方参政権付与に反対の演説をすると大声で抗議を行い、石原は、 うるせえな、お前ら。どこの何人だ。日本人なら、ルールを守れと激怒した。立ち上がれ日本プレー代表の中畑清は、アスリートとして、モラルのない行動は許せない。腹が立ちました。と批判した。白新訓陣営の選挙対策本部長を務める、末松義則は、代表の演説が終わるまでは待ったが、我々も支持者を待たせていたので、仕方なく演説を始めた。 私も長年選挙戦を戦っているが、最初と最後は乱立する。演説をやっているところで後から始めるのは何度もあったと反論している。ありがとうございます。